ソウルキャリバー6、一から始めるソウルキャリバー超初心者講座を始めていきたいと思います。私 PGW 所属のプロゲーマー上園と申します。皆様よろしくお願いします。今回は昆布について解説いたします。この動画は後編になります。前回が、基礎昆布、あとは空中制御ですね。で最後に今昆布のルールについて解説しました。で後編ではまずはスタンですね。で、スタンがその地上コンボに関わってくるので、まあ、結構重要です。で、あとは、まあ、壁コンボとリーサルヒットについて解説しています。で、どれも、まあ、対戦で、まあ、必要になってくるので、まあ、覚えておくと役に立つかもしれませんというか、立ってほしいなと思ってます。はい。それでは、超初心者講座始めます。はい、それではね、今回は前回の続きになるんですけど、まあそのコンボ周りで結構その、まあ、ソウルキャリバーで関わってくるのがスタンというシステムになります。でスタンはどんな効果があるかっていうと、これね、まあ、特定の技を当てる、まあ、ノーマルヒットもしくはその技によってはカウンターヒットで当てると、そのスタンやられっていうのを誘発して、こんな感じで相手がそのビリビリビリってやられになるんですよ。黄色いエフェクトが出て。で、この状態っていうのは、その後に当たった攻撃が全部、カウンターヒット扱いになります。例えば、ちょっとじゃあカウンターで、ミナの3段目のこのキックが、3段目だけの、これはね、3段目だけカウンターヒットするとスピンするっていう技なんですけど、ノーマルヒット。まあ、もしくは指導で当たると、こんな感じで、ね、側面取る。で、これが、こんな感じでやるとね、全部、繋がるんですよ。はい。で、このスタンを使うと、まあ、ちょっとコンボが長くなるっていう感じかな。はい。まあ、スタン中はね、その普段繋がらないやつ、これとか連続しないんですけど、まあ、これが全部繋がるんで、普段とは違うことができるという感じになります。でこのスタンはまあ一応その前回やったその空中コンボのそのやられ重複、まあ、その切りもみやられ系のやつが、まあ、スピンする系のやつはその同じやられを使っちゃう、1回のコンボで2回使っちゃうと2回目は発生しないっていう、まあ、ルール、まあ、こちらもね、スタンもあるんで、そこもご注意ください。で一応、スタンすると、ちょっとだけね、ダメージ上がるというか、多分ね、1とかしか変わんないんで、その補正がない技でも。まあ、1.05% なのかな。105%。はい。105% で、まあ、20以上のものは、ダメージが20以上になると、まあ、1増えるぐらいの感じです。まあ、誤差ですね。はい。あとは、その、スタンの種類がいくつかあって、まあ、さっき見たね、こういうね、ダウンする系。当たった後に、まあ、前の目になってダウンするやつ。で、これは、上段攻撃当たんないです、大体。大体、上段攻撃がスカル。あと中腰みたいなやられになってるんですけど、でもう一個がさっき見せたこのスピンするやつ。はい。まあ大体この2つで、あとは、まあミナとかは結構やりやすいんだけど、ダウンスタンってやつですね、これ。で、これやると、そのダウン中のそのやられがちょっと伸びて、まあ通撃できるようになったりするっていう感じですね。まあ、もともとつながるんだけど、まあ、普段よりその通気機がちょっと伸びるんで、例えばね、この後に、これはつながらないんですけど、まあ、ミナだと、これね、クリティカル値挟んで、
ちょっと時間稼いで、まあ、距離も稼いでコンボするってのできたりします。まあこんなところかなと思います。まあね、その特殊なやられで、まあ、地上コンボはできるみたいな感じで覚えててくれればいいんじゃないかなと思います。はい、続いてですね、壁コンボになります。壁コンは、ちょっとこのゲーム特殊で、だいたいね、その壁に1回出たら終わりみたいなゲームが多いんですけど、キャリバーは壁に2回まで当てれます。これこんな感じ で3回目浮かせるともう当たんないです。端でね、まあ、同じ、これでもまあ同じなんだけど、まあ、こんな感じで、でその壁に当たった瞬間にスターになるんで、はい、これ最初は繋がってないんですけど、この壁やられのスターになってこんな感じで残りが繋がります。一応ね、まあその2回当たるんで忘れないようにしましょう。俺結構忘れちゃうんだけど、それ壁当てたのに1回しか使わないとか結構やっちゃうんだけど、まあ、一応2回まで当たるんで、まあ、うまく当ててこんな感じでね、伸ばしてね、でこうしてこう、こんな感じでやると、まあ、普段よりもね結構減ります。はい、あとはその壁に当てると追加のダメージが入るんですよ。これ22ダメージプラス4ダメージ、まあその当てた技によってそのまま追加で入るダメージが変わるんで覚えておいてください。まあそのダメージ、壁ダメージは補正かかんないんで、結構ねその壁当てた方がお得みたいな状況多いんで覚えておくといいですね。はい、でこの壁スタンも条件が他のコンボとね条件一緒で、まあ、こんな感じで今スライドダウン使いました。で浮かせて、もう一回浮かせて、でこの後のそのスライドダウンがもうしないようになってるんで、その壁に当たったからといってその前に使ったやられが消えるってことはないですね。ただその開幕ね、その切りもみやられこれで当てます。例えば当てて、で次も、まあ、地上の場合は許されるんですよ。空中で当てて、空中で当てて発生したやられに関してはその重複できないけど、まあ、地上ヒットで起こるものに関しては、まあ、一応セーフっていう扱いなのかな、このゲームは。はい、まあ、そんな感じです。あとはね、こう切りもみ以外にもこういう吹っ飛ばす技でもまあ当たるかな、壁に。こういうのとかもそうなんだけど、まあ基本的にはその吹っ飛ばす技で自分が技を出した後に、まあすぐ動けるものを選ぶと追撃しやすいですね。はい、なのでこれとかも壁に当たるし結構ダメージも高いんだけど、そもそも技後の硬直が長くて追撃しづらいんですよ。多分ね、これは受け身されると確定で何も当たらないはず。まあ受け身する方向によったりするんだけど、今度はね当たんなくなっちゃうんですよ。こんな感じで、そういう時は、まあ、受け身が確定だみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、なのでなるべく硬直が短いものを選べばこんな感じで追撃できるとか、まあ、そもそもこういうアッパー系の技で浮かせれば、ただねこれ系とかもちょっと離れてると当たんないとかもあるんですよ。こんな感じで当たるか当たんないか分かんない時があって、まあ、そこだけね結構やり込み出るのかなって感じはする。まあ、こんなねちょっとコンボ伸ばすだけでダメージもアップしてるんで、普段60なんですけど、まあ、80ダメージになるみたいな感じなんで、まあ、基本的に最初は当たったと思ったらそのアッパーをもう一回入れるみたいなのをやると、まあ、もう一回張り付くんで、まあ、それが安定かなと思います。まあ、壁コンこんなもんかな。はい、
はい、それではね、コンボ周り、多分これが最後かなと思います。リーサルヒット。リーサルヒットは、前もちょっと出たかな。あのガードインパクトにブレイクアタックを当てるっていう、まあ、その、リバーサルヒットもそうか。はい。ちょっとやってみます、これ。これです。まあ、これが全キャラ共通なんですけど、それ以外はキャラごとによって変わります。で、この技表の、一番右側、これです。リーサルヒット技。で、これが、まあ、キャラによって条件変わるんですけど、蜜力は比較的起こりやすい方かな。はい。まあ、その、勝手に起こる。勝手に起こったりします。このね、しゃがみガード中の相手にヒットで発生っていうのが、もう破格の性能で、相手の二択ですよね。はい。中段当てるだけで勝手に発生するっていう、リサーチ方になります。はい。こんな感じで。普通のアッパー当てるとね、この50ぐらいなんですけど、しゃがみガードにアッパー当てると、こんな感じで。こっちか。はい。まあ、ほぼダメージ変わらないんであれなんですけど、まあ、80ぐらい減ると。いう感じで結構ダメージが伸びます。で、蜜月はこんな感じで、その、リザイトが起こりやすいキャラクターなんですよね。はい。なんですけど、こっちはね、例えば右のラファエルですね。ラファエルは、結構ね、この、同じ攻撃を3回とされることに発生。この 3A って、斜め下 A。まあ、中段の横切りなんですけど、これ、これ自体は、まあまあ起こりやすいんですよ。まあ、自分から仕掛けられるんですけど、後のリーサルヒットは基本的に相手の空振りに、横切りの空振りに、この横切りのこの Y 盤レジンが当てるとか、これね、ちょっと見てみるか。見れるかなこれ。見れないの？あ、見れないんだこれ。はい。相手のやつは見れないんですね。はい、このゲーム。まあ、じゃあ、ちょっとやってみようか。遅いね、あなたね。こうか。こんな感じでリザルトするという感じです。結構ね、その本当にキャラによって条件変わるんで、まあ、その自分のキャラはまず真っ先に調べた方がいいかなと思います。まあ、リザルトね、本当に起こしやすいキャラと起こしにくいキャラっていうのがいるんで、まあ、比較的難しい方なのかな、ラファエルは。まあ、あとは確定反撃で使うと、このドレッドバデルがまあリーサルするっていうのとか、空振りに当てる系がやっぱ多いかな、このキャラは。はい。まあそんな感じです。まあやっぱりそのリーサルターを切ると、まあ途端にコンボが伸びるんで、まあ、ダメージもやっぱり、全然違うかな。まあ、難しい条件のものが発生すると結構減ります。蜜月は簡単で結構減るから受けるんですけど。攪拌系はね、だいぶできると伸びるかなと思いますね。はい。まあ、その分難しいんで、まあ、最初の頃はできないかなと思うんですけど、まあ、いろんな条件があるんで、ぜひね、確認してみてください。The memories of ancient battles slumber, eternally unknown. 今回の動画はここまでとなります。全公演にわたってコンボ周り解説しました。まあね、そんなに、コンボが難しいゲームではないので、まあ、コンボができなくてなかなか対戦までいけない、みたいなゲームではないです。ですね。まあ一部そのキャラが、まあちょっと難しいコンボがあったりとか、まあ目押し系がね、ちょっとむずいとか、まあそういうのがあるんで、そこだけはまあちょっと頑張る必要があるのかなと思うんですけど、基礎コンに関しては、本当にその浮かせてね、一発通撃してとか、浮かせてスライドダウン取って、もう一発追い打ちして終わりみたいなのとか、まああとはね、その、なんだろう、コンボいける状況みたいなのがやっぱいくつかあるんで、そのまあ地上技でもね、そのダウンさせる技当てて、続撃して終わりとかっていうのがあるんで、まあ、そういうね、その、コンボの、長いコンボを覚えるっていうよりは、その短いコンボを複数覚える必要があるみたいな感じのゲームかなと思っています。
まあね、本当にそのあんまりコンボにカロリー使わないんで、すぐ対戦いけるゲームって考えるとなかなかないんじゃないかなと思います。まあ2D ゲームだとね、全体的にやっぱコンボ長くなっちゃうんで、まあしょうがないかなと思うんですけど、まあ 3D ゲームはまあこんな感じ、特にキャリバー短いかなって感じです。はい。で、そうね、今回でシステム周り終わりかなと思ったんですけど、ちょっとあの考えてたら、あ、投げの説明してないなっていうのと、そのリバーサルエッジのところでガードブレイクちょっと説明したんですけど、その詳しい、そんなに詳しくはやらないんですけど、そのガードブレイクに関してその説明してなかったので、まあ、そこの2つやろうかなと思ってます。ただまあそんなにやんなくてもいい部分だとは思うんで、まあ、投げに関してはやった方がいいんだけどね、まあ、ガードブレイクはねそんなに気にしなくていいかなっていう最初は感じなんで、まあ1回で終わらせたいね、頑張ります。というわけで、まあ終わろうかな。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。